サッカーフランス一部リーグのスタッドランス所属の伊藤淳也選手31が同意なく性行為をされたとする女性2人の刑事告訴は虚偽だとして女性側に契約2億円の損害賠償を求めた訴訟について大阪地裁は24日までに審理を東京地裁に移送する決定をした5月7日付伊藤選手の代理人弁護士によると女性側が移送を申し立てていた写真 伊藤淳也が S ランスでフル出場物一部疑惑報道後の初戦2月。女性2人は昨年6月に共に飲食した後に大阪市のホテルで性被害を受けたとして、準強制性交容疑などで伊藤選手を今年1月に大阪府警に告訴。これに対し、伊藤選手側も女性2人を虚偽告訴容疑で告訴している。